はい、どうもこんにちは。本日編集部の佐々木希子です。本日アップの美子です。はい、というわけです、ね、はい今回テラバトル企画攻略はですね、新企画ですよ。新企画っていうかなかなか進まないですね美子ちゃんのちょっとメインシナリオ進んでるんですけどね、美子ちゃんが進めていくと。僕今回見てるだけなんでわー悔しい、はい、っていうことで、まあ、アドバイスそうですね。今回は一応ね、まあ進んでないとは言いましたけど、でもここまで進んでますからね。わかんないけど、19の今10。そうですよ、19の10の今5分の4、最後。まあまあ、あのボスがいるステージということ で、直前まで進めています。じゃあちょっと早速、ニコさん、でも腕前を、なんですか、不安要素あるんですか。いや、なんか本当に、ちょっと一応、ウィキを見てきたんですよ、ファミ通の。はい、で、あのやってて、あーそっかそっか、ボス前にはちゃんとこう配置しとかないとやばいなって思ってまあやってたんですけど、すっかりそのことを忘れてて、ちょっと見ていただくと分かるんですけど、このような状態ですね。うん、大変だこれはちょっとはどうしよう、安定しなく適当な感じですね。そうなんですよ、体力もちょっとね、まあでもパパッとやっちゃいますけど、よいしょ。これ皆さんには同じ過ちを犯しちゃダメだよ。犯してほしくないんですけど、結構このボス前の配置って意外と大切ですね。有効な相手にとってはこう非常に有効なんで、でももう知らないから、ウィキの方を見ていただいて。そうですよ、皆さん見てください。体勢を整えて、やべやべやべ、ボスに挑むと、やべやべ、動いちゃう、みんな動いちゃう、みんな動いちゃう。え、なんで動いてんのね。あー、まあいいんですよ、こういうこともあるじゃないですか、ミーコには。そういうのが可愛いんですってば。自分で言っちゃうやばい、ほんとそういうことで動揺させないでください。可愛い、動揺したから。可愛いって言いましたよ今自分でちょっと動揺させないでください。ほらもうね、ほらこういう風になっちゃうんですよ。あ、やばい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 、これバイヤーですよ、バイヤー。やばいよ、やばいやばい。まあ、いいし、これで緊張するパターン、ね、こういうの地味に苦手なんで。ちなみにみーこちゃんは基本無課金ユーザーです。プレイそうです、ですよね、はい。これでもだから、ここ頑張って貯めたやつやらでやりました。引いた、そうですね、引いたやつとか、まあ、上位ランクのやつはこう、そうですよ、エナジーもらったやつとか、ね、そうです。みんなニコ生見てるかまあ、あれを見るとね、そう、もらえるから、もらえる、やれよ。それでこうボスです。あ、そうですよ、配置を考えてない、全然考えてない。ほらね、動揺すると、見てみよう、エネルギー吸収装置。え、でも体当たり周一と、なんか弓矢でパーンってパーンってだけですよ。まあまあそうなんですけど、こう何が恐ろしいかっていうと、ここ体力吸収ですよ。え、でもだって体力吸収する人いないじゃないですか。え、だってどうやって、だってこれありませんよ、あれに、ここに体力吸収とか。え、本当にするの？ちょっとやってみりゃいいじゃないですか。攻撃しちゃうもんね、こういうのね。最初は分かんないんですけど、ボスからなんか攻撃したくなる癖があるんですよね。いい感じで本当ですか。やば、すげえ、え、あ、え、待って、いなくなっちゃったし、え、なんで？ほら来た。え、どういうこと？よいしょ。あ、ピー使っちゃう、ピー使っちゃう、いやー。え、え、大丈夫ですか今説明して。ちょっと説明ください。一応。まあ要はこいつ味方を食って回復するんですよ。言ってみればわかります。だいぶエグいことしますねこの子。そうそうそう。怖っ。え、やだ。そういう、え、やだ、すごく嫌なんですけど。嫌な感じでしょ。なんだろう、なんか切ないですね、このボス。でももういないからね、周りが。大丈夫。言っても、ね、大丈夫です、だっていないもん。全然余裕じゃん、これ。余裕ですよ。え、ほら。あ、うそ。マジ？また急ぎちゃった。これね、どうしよう。結局、3匹食われると7000ぐらい獲得する。え、マジか、マジかとか言っちゃった。え、本気ですかそれ。やばいっす、これ。だからしました、ザコうまい子に
倒しつつやるか、ちょっともう無視して、もう、え、嘘嘘マジ？だから、攻撃力の方が、上回ってないと、その倒せないです。いけるし、いけるし、何？これなんか全然。これはね、なんかそう、このステージは、なんだっけ、弓矢が多いんで、あ、そうですね。あの剣がすごい。そう、剣をだから連れてきたんですよ。間違えた。生きれば剣の中心で。そうなんですよ。だから、剣を1、2、3、4体で魔法、回復薬を。魔法はね、あんま効きにくいんですよ。あ、そうなの。はい。まあ、回復はね、多い。あとちょっと、あとちょっと。あ、よかった。回復してねえなら大丈夫しよう。だから、これで、こういう風にやれば、倒しきるしかない、うん、この一定ターンで敵が降ってくる。あ、まあそうですね。要はそこの間で、万が一回復された分を削らなきゃ、うん、なるほど、倒せないと。へへ、まあ、みーこちゃんはその事前にちゃんと剣、そう、剣っていうのはなんかそうあった方がいいと思ったん で、簡単だったと。ああ、なるほど。よいしょ。ただこれ、そうでもない感じできちゃうととんでもないことになりそうですね。結構絵みたいな感じで大変、回復されちゃって大変なんで、今みこちゃん完全シカトしてましたけど周囲に1位そうなんですよ。他は受けながら、なるほど、こうやっていかないとやばいと。まあでもボスの攻撃はあれだけなんで。あ、そうですよね。だから私はそう、それだけだからもう無視しましたよ。どうでもいい、そんなのそんなのどうでもいいって。本当かなちょっと危うい時ありましたけどね、はい。よし、こっちに持って。まあだから、吸収されてしまうっていうことを覚えておけば、どうってことないですよ。どうってことないです。いや、思いのほか簡単でしたからね。もうなんか全然つまんないね。やばい、やばい。楽勝じゃん。楽勝ですよ。だってミーコですもん。可愛いミーコですから、こんなん当たり前ですよ。本当に？なんで進めてなかったんだっていう話でしょ、これ。いや、なんかね、こう。本当は最初ある縛りをやってやろうと思ったんですよ。それはジョブ1だけで全30章までやってやろうと思って。なるほどね。まあ地味にやってたんです、途中まで。したらある日をきっかけに、なんか進めねえなとか、なんかできねえなみたいな。なるほどね。勝てねえんだけど、どうしようって思って、よしかだねで今頑張って育ててるんです。あ、ジョブを解放したり、そうジョブを解放したりしてて、今その時期に入ってるんで、ちょっとね、頑張って育ててるんで、パペットとかさ、プリンとかさ、そういうのやってるんですよ、今。なるほどね。誰にもその縛りを言わないで、静かに、ね、心に決めなくて。やってて、しかも、やめたっていう。何なんだよ。衝撃事実。何の意味があったんで。私今、ちょっと右上のやつ見てほしいね、エナジーですよ。14個あるんで。まあ、さっきちょっとね、ちょっと一個引いちゃうかな。ちょっと今のつまんなかったんで、きっと。うん。じゃあ行きますね。お、何、真実の逆やるの？やりますよ。いや、これ、金紙が出た日にはもう、英雄ですよ。よっしゃ、絶対出ないと思うけど。よし、2回連続行っちゃおうかな。まあ、ちょっとね、キャラ、やめよ、強化。よし、ちょっと待ってくださいね。じゃあ気合い入れましょう。よし、行くぜ。よいしょ。ないだろうな。ほっ、ドロロロロ、いて、はい、誰だろう、真実の語りに心を動かされる。誰にもよるよね。全然強いんで、A とか B で。おお、待って、ウピ来たんですけど。メツピ、初めて。ちょっと見ましょう。ちなみに、ウピは、もう一人いて、この、ナクラ、この子はいるんですよ。あ、ウピ財団、ちょっとジョブ3まで。一応したんですけど、まだちょっと弱いんで、ちょっと見ないでください。ちょっと、まだ、さっきやったばかな。どこに行ったんだ？ニューはどこだ？いた。あ、私の数少ない弓矢だ。本当だ。もうジョブも入れられるよ。ちょっとそこは、ほら、今集めてるからね。そうなんです。いっぱいあるんですよ。え、すごい！ A ランクだったらいいじゃないですか、全然。ちょっと、これ育てて、次のニコ生に私は出しますよ、こいつを。ああ、言っちゃった、やんなきゃ、頑張らないと。まあまあ、これもですね、我々こののんきにシナリオ攻略やってますけど、
つい、そうですね、今しがたというか、はい、実装されたばかりのですね、はい、招待コードを使いの協力プレイをやるとですね、エナジーがもり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 もらえるんで増えていくと、ぜひね、はい、皆さんもやってみてください。我々もちょっとこれ切り上げてエナジー回収いろんな人にね、はい、いや初めてマッチングした人いるとエナジー1もらえたりとか、なるほど、なんかね、めちゃばらまいてるらしいです今。パーティーですよ、やば、はい、そこの祭りにちょっと乗り遅れないためにも、そうですね、はい、急いでやりましょう、やってくださいということで、じゃあはい、今回はこれで、ここまで、はい、です。はい、また引き続きね、ミーコのね攻略を皆さんに見せていきたいと思います、まあ、なんか最後までいけたらいいなっていう、まあでもね、次回撮るときどこでやるかが、ね、19の3とかかもしれないですからね。いや、おかしい、遡ってたあ、間違えた、20やりましょうよ、20、まあ、20はね1ステージなんで、そうですよ、長いですけど、じゃあそれ1個やりましょう、はい、うん、次20ってこと、はい、じゃあ、はい、と頑張ろう、猫がここまでです。はい、じゃなくてファミツアップのチャンネル登録をお願いします。あっちかこっちにあるんで、そうですね、よろしくお願いします。この動画も結構な数になってきたんで、そうですね、登録してる人もしてんじゃねえかなって、いやだ、新規の人ですよ、はい、じゃあ、また次回、そうですね、お楽しみに、はい、バイバーイ。